あ、郊外が脱走しちゃいました。まあ周囲じゃないならいいや。敵は動いてきましたね。うおー、リュウミ軍が暗徳を狙ってきた。ボホー、すーごい兵数できたな。ここは渡さんと。やべえな、一気に兵脱出できるほど輸送ができない。これはミスったな。くえ、平原を攻める武将がいれば兵数だけはいっぱいあったのに。やべえ、こっちの兵めっちゃ持ってかれる。一旦でも落ちないことを願って、もう移動させるっきゃね。この閣下が大量に持っていけるんですよね。いやー、ミスったわ。さすがにこんな簡単に攻めてくるとは思わなかった。相手に兵をプレゼントしちゃうわ。これ平安からは馬超隊2万3000が出てきましたね。ちょっともう一旦経過したら府県港から出します。そしたらもうだいぶ距離があるんですぐ戻れなくなるはず。いやでも A 案負傷兵あるか、2万いくつあるのか。いや出すか、やっぱり出しましょう。孫権はあっちまで行ってるからそう簡単には戻ってこれない。歩兵、アコートン、孫悠、キクギ、陳旧、あと一人高順だけか。高順はできれば騎兵の方で出したいと思ってたけど、でもしゃあない、高順で行こう。セラン、レンドウ、聖車、電車、レンドウ、混乱、5万5千、これで行きましょう。そして女皇たちも出したい。馬隊、徴用さん、くー、あと一人は巨長か、巨長がいるか。相手も強えからな。でも奉仕でいけるか。このメッツも相当武力は高いはず。いくぞー、巨長突破だ。突撃突撃突破、突撃突撃、5万、魔長隊にこれは向けよう。いくぞー。そして指導からは矢倉妨害しに部隊出てきましたね。これ今がチャンス。このワンターンが結構大事。相手が戻って出陣する前にこっちは近づく。曹操たちの連動部隊出しましょう。まあ、ただ結果的に輸送は間に合っちゃう気はするな。まあ、こっちは指導にもね、部隊出しましょう。おー、行くぞー。セラン部隊、連動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 、6万、ゴージャー。さらに長領率いる連動部隊も行くぞー。セラン、連動連動連動、連射連動、これで5万5千、ゴーだ。では花公園率いる部隊の、いや影杖の方がいいか。影杖率いる連射連動部隊を出しましょう。文兵よりも細胞だな。細胞が連動覚えられるんじゃないかな、そろそろ。セーラー、連射連射連射連動連動。あ、月影の武力って82か。こん中ではトップか。よし、これでもう指導に向けちゃいましょうか。どうだろう、敵矢倉完成したら下がってくかな。もうすぐ完成なんですよね。完成したら下がる気がするんだよな。大丈夫なはず。ただ一応護衛部隊として花公園の救急部隊も一緒に出します。水耕、飛車や、飛車で、飛車、飛車、走車、
これでいきましょうか。55,000。どうだろう、ちょっと5日後ぐらいにしておこうかな。敵接近攻撃や竜中港から移動した両夫たち出します。尊敬覚悟しやがれ。コーランも突撃覚えてくれないかな。おーし、いやー尊敬相手じゃちょっと怖いか。遂行にしよう。よっちゃん突撃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 突進。ではごまんや、反対の港から攻めてくる可能性あるから、それが怖いんだよな。まずは A 案周り見ていきましょう。馬長は下がらなかったですね。総人隊たちの方に突っ込んでおります。これはこっちの望み通りの展開になっているかな。加工と行け、レンドだ、黒いエアー、ソニック3382。なんか今右上チラッと光った。これ孫権たち戻ってきてるな。馬長隊の奮闘、そして超人隊の奮陣。馬長隊やべえ、両方にすげえ攻撃してきてる。めっちゃ強い。威厳の連射、暗徳攻、クリティカルやべえ。奮陣奮陣奮陣三奮陣。なんか混乱の音で聞こえたな。これ港持たねえから、あ、ジョコ罠食らったんだ。罠でめっちゃ減った。猛毒持続の突撃食らえ、馬長隊。お、古将が突撃習得しました。劉備軍が平原方面に侵入してきました。安徳校のようです。また来た。でも孫権帰ってきちゃったか。どうだろうな、 A 案落とせないかもな、こりゃ。そしてメンチクヤグラ狙ってた部隊がやっぱ帰ってきましたね。そして剣閣1番むしろ剣閣から輸送がエアに行ってるな。でも指導の35,000だったから、まあ出てくんだろうな。まあでも生徒から出た部隊が指導落としてくれればそれでいい。安徳校は思ったより兵減ってなかった、よかった。一人技法聞いたっぽいですね。もう急いで脱出します。脱出だー。若干負傷兵は持っていかれたけど、まあしゃあない。まあ、ポジティブに考えるならね、劉備軍ここに兵を置いといてくれるなら、平原の兵はちょっと減った状態になるということですね。孫権との戦いが終わるまでおとなしくしててくれ、劉備。引き続き A 案回りです。まずは劉備軍が安徳校を落としました。無事逃げ延びてくれやよー。これは剣閣か、少量隊に直撃。突撃だー、義足馬長隊に来たー。馬長隊殲滅、オッケーオッケー。五円くんの連射、剣閣に直撃。おっしゃー、馬鉄の連動は違う、よくねー。お、ナイスガード、馬長の罠が決まった。いてー、平安に加工と部隊の戦車、あと3000だけど連動決まったか。孫権が入る前に倒せるか、これいけるか。2329-0、剣閣を陥落させました。そしてエイアンも陥落です。来たー、孫権間に合わなかったです。オッケーオッケー、後ろから緑隊来てますからね。光順が青鸞を習得、そして罠が炸裂しました。孫権隊混乱、これで動けません。あ、風習が速攻で脱走しました。馬鉄も速攻で脱走しました。指導からは援軍出てないですね。もう生徒から狙われてるから兵出せなかったのか。剣閣から出してた8000いくつはエアに向かおうとしてたみたいですけど、よしよし、総人もう孫権倒しちゃってください。さらに緑隊、あー、なんか技法かかってる緑隊、マジか。じゃあちょっと出すしかないな、これは。出陣逃がさん、
今のうちにぶっ倒す。多幸と高順法徳義足総研の水行部隊じゃ、皆で突撃っちゃってくだせ。突撃突撃突撃。5万5000はちょっと多すぎるな。3万で尊敬を倒してくれ。さらにもう一部隊じゃ。歩兵はどうだろう。奮闘がいっぱいだな。でもここはあえての突進部隊でいくか。行くぞー。遂行突進突破突進。木は突進で、古生さん突撃覚えたから突撃。甲虫が一番前じゃん。これで同じく3万尊権を確実に素早く倒してくれ。不健康は将兵3万6000ありますね。やられた女皇たちはこっちにも戻ってきちゃってます。そうだな、一回だけ訓練したらもうすぐエアに移動しちゃおう。安徳校は誰も捕まってませんでした。返還がなかったんで。10万か。まあ、平原自体の兵はね、2万6千と減りましたね。まあ、攻めるときどうせすぐ来ますけど。劉備軍は港に結構兵集めてるな。東亜校11万。江東校は約1万。平原が2万7000ぐらい。で、安徳校が10万と。まあ、劉備待っていなさい。もうちょっとで尊敬終わるから。捕虜は結構増えてますね。永安の捕虜もいれば、剣閣の捕虜もいますし、まあ、交換城塞にね、連れてった捕虜もいます。まあ、州とか無理かな。まあ、尊敬軍滅ぼせばね、まとめてゲットすることはできるかな。ちょっともったいないなぁと思うのはここなんですよね。古陽校、ここに趙雲とかいるんですよね。関東郊外趙雲とか馬頭もいるのか。今の状態で尊権軍を滅ぼしちゃうとここを在野になっちゃうかな。まあ正直そこまで気にしなくてもいいか。できれば趙雲を仲間にしたいんですけど、いやー、ちゃんと古陽校を落とすことも考えるか。ちょっと武将深夜にね、少し移動し始めます。ちょっと花公園は一人先行しすぎなので、若干戻すようにしながら向かわせます。そして、不遂館からももう出陣しちゃおうかな。ここは、旧機部隊。遂行で、走者、騎車で行こうかな。5万。これで指導にもう向けておこう。行くぞ。そして、メンチクヤグラからも部隊出しちゃいます。ロシュク率いるセーラン部隊。連射。これで行っちゃおうかな。5万5千。行くぞ、尊権軍。敵は指導から部隊出してきましたね。そして鐘楼仲間入りです。もう次のターン剣閣から指導に向けて出陣します。やっぱり古陽校はもういいや。間に合わねえ古陽校多分。連動だーってやるじゃねえか尊敬。ソーデキングつきてー、総人隊に連動だ。派生やぐらに負傷兵が溜まってたのか。尊敬クリティカル突撃14003強。原発庫転移転移トリプル突撃じゃねえと粉塵強えで、加月連射冠水隊にソニキング電余の飛車冠水隊に炸裂2468。尊権隊まだ221で残ってます。ギリギリ派生矢倉はもう負傷兵なかったですね。ゼロです。じゃあ来るとしたらこの輸送ぐらいか。指導から冠水隊はかなり離れましたね。
では曹操たち出陣しちゃいます。いやー本当に強くなったものだな。それだけ戦いが激しかったってことなんですよね。かつてここまでいろんな武将が技を覚えてったことがあるだろうかってぐらいに成長してる気がする。五円くん前に出そう。6万でいくぞ。そしてさらにだ、長領たちもセーランで連動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 でいくぞ。では交換城塞から追加で兵を出します。各率いるセーラン部隊、まあちょっと弱い軍団ですね。正直正社ばっかりなんでお化け程度です。本当にこれは混乱、正社正社連射正社、この中で一番武力高いのは陳武さんか。陳武さん前へ出て5万5000持って指導だ。もう絶対にこの攻めで落とす。では指導の戦い見ていきましょう。やっぱり派生矢倉から出てきましたね。8000いくつが上げ杖隊のクリティカル連射、冠水隊に炸裂、小石さんは来てくれない。 A 案の掘るです。そうそう、長領が指導に攻撃開始、連動だ、色へ指導狙撃3557、威力さらに長君の連動じゃ、影杖隊だ、冠水隊に直撃、さらに早々早急のダブル連動、指導に限らず3215、相手冠水の突撃、加工園決まっちゃった、9471点、頑張れ頑張れ。あれ、総人隊が帰ってきたってことは尊権隊は倒したか。暴走隊の連射、ソニーキングツー2525、さらに影杖の連射、冠水隊にぶっ放す1842。抜擢武将に何を教えるか、知識じゃ。造営のコツつかみました。一緒に覚えたな。冠水は重なっててよくわかんねえな、これいくつだろう。あ、見えた。478。もう終わりますね。指導は4999。僕、絶対勝ったな。絶対勝った。派生矢倉には孫権たちが入ったか。将兵5471。まあ、もう、勝ちですね。ちょっと、ここにいる武将たちは残念ながら掘るにはできないな。義援、孫権、帝府、風習。まあ、雇用庫ももう諦めました。普通に在野になってね、登用できることを願いましょう。では指導最後の戦い見ていきましょう。もうすぐ終わりでしょう。冠水隊終わり、ゴイさん仲間入り。できればこの孫権入ってくんねえかな。入ってくれればね、捕虜にできる可能性がある。あー、しかし無理だった。義軍が指導を陥落させました。これにてようやく孫権軍滅亡です。長かった。一時はね、生徒あと一都市まで追い詰めたものの滅ぼせなくて、最後から2番目ようやく滅ぼしました。あとは宿敵劉備のみです。お、抜擢武将が粉塵を覚えました。いいよ、これで捕虜大量じゃないですか。やっぱりめっちゃいますよ。そして在野にも、まあ遠家はどうでもいいとして、義援とか郊外とか尊敬お父さんとか長運とかもね、在野になっております。もう正直いなくても全然勝てるとは思うんですけど、バッチリね、登用は仕掛けていきたいと思います。これで残す敵は劉備のみ。平原は3万6000ですけど、すぐ下10万の兵、さらに左下にも10万の兵とね、まだまだ劉備軍も兵数はバッチリあるんで、なんとかご利用してね、勝てないか最後のチャレンジやってみようと思います。まあこっちもね、行17万、南比20万とか、北海のすぐ近くの兵も14万、さらに
僕用も12万とあるので、兵数はもうバッチリ溜まってるんでね、あとは武将だけ移動して猛攻撃してみる感じですかね。っていう感じに、ちょっと次回最終回やっていきたいと思います。いやー、ようやく終わるぜこの3倍プレイ。途中でね、もう勝ち隠したらやめるって決めてたんですけど、あまりにもね、都市最後の方になっても奪われること多いんでね、結局天下統一までやることに決めましたけど、いよいよ次で終わりです。最後によければ高評価ぜひよろしくお願いします。そして次の最終回を見逃さないようチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとコメントもいただけたらめっちゃ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。疲れた。まだ終わってないけど。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。